ここがこうこうこうで広背筋。あ、皆さんこんにちは、伊藤純太郎です。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、初めての試みということで、初めての試みです。僕がですね、トレーニングしている姿っていうのをちょっと映像にしてみたいなと思います。今日は背中のトレーニングなんで、いつもどんな感じのトレーニングをしているのかっていうのをお見せできればなと思います。で、普段は僕本当になんか普通のユニクロの T シャツとかヒートテックとか着てトレーニング、あとは寝るシャツとかそんなのでトレーニングしちゃってるんですけど、今日はせっかくなのでちょっと上を脱いで筋肉が見えるようにしてちょっとトレーニングしていきたいなと思いますので、じゃあ早速ちょっと着替えていきましょうか。じゃあこれがパチってなったら、この洋服が全部着替えてるみたいな、僕やってみたかったんですよ昔から。なんでそれをちょっとやっていこうと思いますので、ちょっとお付き合いください。はい、ということで、じゃあ着替えていきます。はい、ということで着替えてきました。早速じゃあトレーニングをやっていきましょうか。じゃあ、まずね、あと一発目は懸垂から。あ、ちょっとカメラがあれですね、上に向けないと見えないんで、ちょっとこうしちゃって、よいしょ、これで見えますか。はい、早速ですね、ここちょっと懸垂バー取っちゃってるんで、このバーベルをここに設定セットして、ちょっと懸垂をやっていきたいと思います。いつも通りですね、やっていきたいと思います。今日はちょっとあまり時間もないということなので、懸垂をまずは10回3セットで、その後ラットプルダウンして、リバースグリップでして、で T バーでやってっていう感じで終わりたいと思います。で、普段はこの懸垂は僕ほぼ毎日やってるんですけど、通常のグリップでジムでやるときはちょっと手幅がこんな感じになるやつがあるんですよ。リバースグリップっぽい感じで握れるんで、それで10回ぐらいね、クローズグリップで10回ぐらい、これを3セットずついつもやっていくんですけど、今日はちょっともうこのまっすぐのバーしかないんで、ここはなんで普通に懸垂を3セット10回3セットやっていきたいと思います。はい、じゃあ次はラットプルダウンでやっていきたいと思います。ラットプルダウンも3セットやっていこうと思うんですけど、よし、行くぜ、行くぜ、行くぜ。意識しているのは肩甲骨なんですね。肩甲骨をいかに下に下げて寄せるかって、こう頭を一番メインでしたいんですけど、やっぱり下に下げるってイメージがつきにくいんですよ。なんで本当にもうひたすらなんていうんですかね、肘でまずは引くっていうところですね。で、肘で引かないとやっぱり手首とか入っちゃうと二頭に逃げちゃうんですよ。なので手首が入ると二頭に逃げるんで、肘で引く、ここを S 字フックのようにして、まずは手首を固定して S 字フックを作って、ガチャンとバーを持って、で、小指、薬指、中指で引くようにしてます。一応この指は全部かけてるんですけど、ただ親指とこの人差し指っていうのはできるだけ力を抜いて小指で、そして肘で引くようにします。で、あとはいかに肩甲骨を下に下げるかなんで、本当に引いた時に肩甲骨を腰までバーンって下げるイメージです。腰に肩甲骨を落としてる、この辺に肩甲骨があるんじゃないかなっていうぐらいのイメージでいつもラットプルしています。で、この後ですね、2セットやって、次リバース
やっていこうと思うんですけど、じゃあちょっとリバースもやっていこうかなと思うんですけど、まあ、リバースグリップでラットプルをやるときも一緒ですね。親指と人差し指っていうのはなるべくちょっと力を抜いて、まあ、小指と肘で引くようなイメージ、であとはまあ肩甲骨をまあこれも下に下げるようなイメージでいつもやってます。で肘で引く、で手は椅子にフックのように引っ掛けてるだけですね。でゆっくり戻すってイメージでやると結構僕は腕に逃げちゃうんで、この、まあ、ポージングとかできる人はすぐこの感覚がつかめるんですけど、この脇下あたりの、まあ、広背筋ですねの始まり部分、大臀筋とか言う方もいるんですけど、その場所をガッて広げて固定させる状態をグッて作ると勝手にネガティブが入ってくれるんで、だから引くときは小指肘で引いて肩甲骨下げて戻すときにこのフロントポーズとかバックポーズって言われるポーズをガッて作って固めると勝手にバーラットプルダウンの棒がゆっくり戻ってくれるっていう感覚になるので、結構それでネガティブは入りやすいと思います。じゃあ最後に T バーでやっていきたいと思います。で T バーでやるときは、まあ、基本的にこの小指と肘で引くっては一緒なんですけど、肩甲骨を下げるってちょっと寄せ気味にイメージします。なんで肩甲骨をまあこういう状態を作る、まあ、下げて寄せるみたいなイメージをいつも作ってます。で戻すときにフロントポーズが自動的に寄せるもので、で、肘で引く、はい、まあ、こんな感じですね。なんでまあ大会とか出たことない方は、まあ、ポージング、ボディビルとかのポージングを一度覚えてしまうと結構筋トレどんなメニューしても効かせたい筋肉の場所に入れれるようになるので、ぜひですね、まあ、ボディービューとか出る気がなくても練習してみてもいいものだと本当に思います。特に背中ってすごい入りにくいんですよ、やっぱり目に見えない場所なんで、マインドマッスルコネクションもすごい薄れる部分でもあるんで、なのでポージングして使えるようになると筋肉入れたい場所に入れるようになると思うんで、ぜひですね試してみてください。なんであと2セットですね、今1セットなのであと2セットやって今日はちょっと終わりたいなと思います。はい、ということでまあ無事ですねトレーニングが終了しました。めっちゃ気持ちいいっす、マジで気持ちいいっす。いや筋トレしたらもうありますよ、本当にこう悩み事とか全部ぶっ飛ぶんで、マジで皆さんにおすすめです。はい、ということですね、まあ、今回はこんな感じで、まあ、日常ブログみたいな投稿となったんですけど、なんかこれからもですねフィットネス情報っていうのはどんどん投稿していこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで皆さん良い一日を。